キュンター・リッツ王は、ドイツの軍人。第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットで、あり、戦闘機パイロットの反乱の首謀者である。リッツ王は、スペイン内戦での5機、少なくとも1機の4発爆撃機を含む、西部戦線での20機、東部戦線での85機の合計110機の、撃墜を300回以上の作戦行動で記録した。 海軍将校のフリードリッヒ・リュッツオとドイツ国防軍将校のエバーハルト・キンゼルの姉のヒルデガルトの子として生まれる。リュッツオは1931年3月31日にアビトゥアに合格し、学業成績が優秀な学生のための寄宿者であるシュールプ・ホルタを卒業した。卒業後、叔父のエバーハルト・キンゼルの影響を受け、バイマル共和国軍に入隊し、 1931年4月7日に、シュライスハイムのドイツ運輸飛行士学校で操縦の訓練を始めた。その他の29名の訓練生と共に、31同士、略して K31 と呼ばれた。K31 の中には、ボルフガング・ファルクや、ハンネストラウトロフトなど、後に空軍の参謀将校として、なお知られることになる人物もいた。 1931年9月に、リュッツオを含む4人の学生が2機の複座の区、レムキロリットル26で、シュライスハイムからベルリンまで、野外飛行を行った。リュッツオは同期の航空学生の中で一番だったので、ナビゲーターとして飛行した。第一次世界大戦中のドイツ、帝国陸軍航空隊では、パイロットは、エミール、ナビゲーターは、フランツと呼ばれていたため、 リッツオはその時からフランツ、または小さなフランツを意味するフランツルというあだ名で呼ばれた。リッツオは1932年2月19日にドイツ運輸飛行士学校を卒業し、その他9名の K31 出身者と共に立別区飛行訓練学校で特別訓練に推薦された。この10名が得点を与えられた少数の選抜者であり、 戦闘機の操縦訓練に参加することが許された。リュッツ王は第132戦闘航空団第 i 飛行隊へ転属するまで当初は不評の少尉として軍務についていた。スペイン内戦の機関リュッツ王はコンドル軍団の第88戦闘団第2飛行中隊の飛行中隊長であった。1937年3月から9月にリュッツ王中尉は メッサーシミット BF109 機の史上初の撃墜記録を含む5機の戦果を挙げた。1938年11月にリッツ王はベルヌヘンにある第1戦闘機学校の教官になった。1938年にリッツ王はドイツ航空省のヘルムート・ビルベルク将軍が率いる W 特別本部に配属された。W 特別本部はスペイン内戦から得た。 戦術戦訓の収集、分析を担当していた。ここでリッツ王は、将来の妻となる、ギゼラ・フォン・プリース・ドルフトであった。リッツ王は、自身の経験と考察をまとめた、論文、アーファ・ングスブリクト・ウィンター・ウスブルデン1937-1938ジュターボグ・ドム5スターファルを書き上げた。この論文ではすでに、フィンガー・フォーヘン隊が、 当時の戦闘機にとり明らかに優位な戦術体系であることに言及していた。数ヶ月後に、リュッツ王の友人で戦友のベルナーメルダースは、現在では、クロスオーバーターンやタックターンとして知られる軌道を導入して、フィンガー4編隊における軌道上の問題点を解決した。1939年11月にリュッツ王は、第3戦闘航空団、第 I 飛行隊の飛行隊長になり、 フランス侵攻作戦中にさらに9機を撃墜した。バトル・オブ・ブリテンマス最中の1940年8月に、リュッツ王は JG3 の戦闘航空団司令に任命され、英国上空でさらに8機を撃墜をした後の9月に、騎士鉄十字章を授与された。エルンスト・ウーデットの葬儀で議乗兵を務めるリュッツ王バルバロッサ作戦に参加するために、 リュッツオが部隊を率いて東部へ移る前の1941年春に JG3 は新型の BF-109F を受領した。7月17日にリュッツオは40機目の撃墜を記録し、7月20日に白洋付き士鉄十字章を授与された。9月23日に赤軍の対空砲火を受けて前線の背後に不時着を余儀なくさせられたが、無傷で部隊に帰還した。 10月には8日に上げた5機の爆撃機を含む29機の戦火を上げた。10月11日にリュッツ王は92機撃墜の甲により白洋付き岸鉄十字章2件を追加授与された。10月24日に100機撃墜に達した2人目のエクスペルテとなり、その後飛行禁止となった。11月初めに JG さん本部飛行招待を率いて本国へ帰還し、 休暇と再装備に入った。1942年5月にリュッツオと JG3 はハリコフ近郊の作戦に参加し始め、クリミアとスターリングラードへと転戦した。5月21日にリュッツオは I-61 戦闘機を撃墜し、107機目の戦果を記録した。1942年6月のある時にグラコーあたりでリュッツ王は、 車でやってきた自身より低い階級の2名の新鋭隊員の訪問を受けた。リュッツ王がどのような力になれるかを丁重に尋ねると、彼らはユダヤ人、赤軍の政治将校や、その他、クズ友を処分するための銃殺隊を編成するために、出来うる限りの人員を提供するように要求した。激怒したリュッツオは、全航空団員に、礼装で集合するように命じ、彼らの前で、 新衛隊員が要求した内容と自身が、当然のごとく、それが野蛮な犯罪行為であると認識していることを説明した。リュッツ王は、もし一人でもこの任務に志願する者がいれば、自身は指揮権を返上主軍務を知りとく下たちを脅した。この出来事によりリュッツ王は、新衛隊や党との間で問題を抱え込むこととなった。1942年8月にリュッツ王は、 戦闘機体総監の参謀の地位を与えられ、そこで東部戦線の昼間戦闘機体総監となった。アドルフ・ガーランドがリュッツ王をこの地位に任命した決定は間違いなく彼を矢表から遠ざけるための承知であった。アドルフ・ガーランドとリュッツオ1943年7月にリュッツ王大佐はイタリア戦線の昼間戦闘機体総監となり、ナポリを拠点としていた。 その後1943年9月から1944年3月まで、デーベリッツの第一戦闘機師団の指揮官となり、北西ドイツ、オランダ、ベルギー地域の昼間と夜間戦闘機の作戦を指揮した。第一戦闘機師団は、ヨーゼフ・シュミット少将が指揮する第一戦闘機軍団の霊下にあり、リュッツ王は、 シュミット少将との個人的見解の相違から1944年3月16日に第一戦闘騎士団の指揮官を解任された。1943年秋にリュッツ王は兄で第4におらい戦隊の指揮官ベルナー・リュッツ王少佐が1943年10月25日に戦死したという知らせを受け取った。リュッツ王は1944年遅くの 戦闘機パイロットの反乱の主要な推進者として知られるようになった。これは空軍最高司令部への歯に衣着せぬ態度のために戦闘機体操官を罷免されたアドルフ・ガーランドを復権させる企てであった。リッツ王やその他の指導的立場にあるパイロットたちのこの行動はヘルマン・ゲーリングにより反乱とみなされ、リッツ王は指揮権を取り上げられ、 イタリア戦線戦闘航空兵指導官の職を引き継ぐためにイタリアへ追いやられた。リッツオは後にアドルフ・ガーランドのジェット戦闘機部隊である第44戦闘団に参加し、メッサーシミット目262ジェット戦闘機に登場して2機の撃墜を記録したが、1945年4月24日にアメリカ陸軍航空軍のマーチンビー -26 を迎撃する最中に、 ドナウベルト近郊で行方不明となった。一機の B-26 はリュッツ王により撃墜されたが、リュッツ王の遺体は収容されず、機体も発見されなかった。この時共に飛行していたのは、クラウス・ヌイマンとバルター・クルピンスキーであった。ありがとうございます。